標準曲で、うん、100% 村人陣営が勝てる必勝を見つけてます。ほう。100%。おお。それで僕今40連勝ぐらいしてます。おお。これ今回このルームにいる皆さんに教えたいと思います。白圧迫。買う？買う？いや、俺も買う。ただこれあんま広めないでほしい。白圧迫って言って。広めるぞ。どうも皆さんこんばんは、ジャソチューラです。今回からちょっとね、一回顔出しで、まあちょっとね、左側に映ってると思うんですけど、今からゲーム始めていつも通り動画撮るんですけど、もしかしたらなんかこの俺の顔出しの画像があるせいでなんか見にくいとかあるかもしれないんですけど、まあちょっとテストなんでご了承ください。やっていきます。8番転校できますか？怖い怖い怖い。あ、すいません、兄ちゃん。はい、大丈夫です。8番です。怒られた。3番さん9人目やったことありますか？大丈夫そう。あ、ありますよ。4番さんしてますよ。あ、了解です。さあ何来るかな。村人がいいな、やっぱり俺は考察したいから。なんか俺とるわ、これ俺とるわ、やっぱりほら俺とるわ。見えんか、俺とるわ。やっぱり朝が来ました。ハンターとか全然なってないもん。昨夜は確率は9分の1やからね。7番マジかのプレイヤーは発言してください。はい、6番さんは戻ってくるのでしょうかって感じですね。ちょっとプレイヤー情報を見てみましょうか。32勝28敗リュウさん。え、なに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 。はい、ですね、村人陣営です。そうですね。ああ皆さんもういい感じで雑談してきてますね。黒い人はもう黒い。何？え、なになになに。9番めっちゃ怒っとやん。どうしたの？なんか 4番がこれも人狼やから回していいの？もう終わらせるってこと？自爆したらいいやん。どうしたん？なんで怒ったん？バギナも怒っとるし。よくわからん。もっと、あ、もう一回やろう。なるほどね。オッケー。回します。9番のプレイヤーは発言してください。もうチンチンって感じですね。1番どうぞ。もう一試合やるみたいなんで、次の試合いきましょう。5番、6番、天候。怖くねえ言い方。5番、6番、天候。先生かよ。怖めの先生かよ。ほら、うち5番いるっつったじゃん、マジで。舐めてんな、おい。あ、占い師じゃない。ああ、やばい、こいつ。リベア初日がみなし、占い師さん、1日目行と、以下同文、以上。以下同文、あ、以下同文ってから、また2回、以下同文。マイク、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 マイ以下同文の使い方違うよね。そうだね。そうだね。そうだね。以下同文の使い方確かに違うよね。朝が来ました。よし、行こう。昨夜は誰も死にませんでした。おい。はい、いいよ。あ、俺からか。マジか。もちろん村人陣営です。特に話すことないって言ったら怒るのかな。なんか、ルール説明とかする必要ないですよね。はい。とりあえずね、9番さんがめちゃくちゃ以下同文使ってるんですけど、まあなんか使いたいのかなって、そういうお年頃なのかなと思うんですけど、はい。まあそんな感じで、1番さん、2番さん、3番さん、4番さん、5番さん、6番さん、7番さん、おめえ。よろしくお願いします、以下同文。9番。よし、完璧。発言してください。はい、占い、間違えた。ああいや、マジでごめん、ほんと今はちげえから。まずや、お前やろ。マジで村人順位やね、八幡さん特にローチなし。お前やろ。以下同文の使い方間違ってるよって昨日言ってたやつ誰って感じなんだけど。絶対お前やろ。とりあえず進行論とか語ることないから、一周目パーって回して占い師出てから考察伸ばしたいと思います。おーっと1番みんなのヘイトいただきまゆゆっていう感じで、ね、懐かしい。3番のプレイヤーは俺に感謝しろ、お前。俺、占い師です。うん、で、お近づきに乗りたい9番さんのこと、占ったんですよね。うん。白でバカやろ、お前。4番のプレイヤーは発言してください。発言してください。標準局で、うん、100% 村人陣営が勝てる必勝を見つけてます。ほう。100%。おう。うん。必勝法やね。それで僕今40連勝ぐらいしてます。うわっやばっ。 100% 勝てるよっていう標準局のもうやばっ。もうブレない相当やったことあります。うん、まあ簡単に言うと白圧迫。うん、皆さんこの発言だけではまだピンときてない人も、うんうん、これ今回このルームにいる皆さんに教えたいと思います。白圧迫買う。いや、俺も買う。ただこれあんま広めないでほしい。白圧迫って言って広めるぞ。まあもうほぼほぼ
最終局面で、うん、間違いなく白圧迫させるっていうやり方、うん、2周目話します。5番のプレイヤー発言してください。やばい。はい、よろしくお願いします。もちろん村人陣営です。6番これちょっと広めようぜ、広めようぜ。発言してください。はい、皆さんこんにちは、うん、占い使用します。はいはい、自分ね、一番さられました。一番さん、白です。うん。まあ、話したいこと話したんで、まあ、それはちょっと一曲歌わせてもらいます。は？それじゃあ、聴いてください。感想が長いんじゃ。改札の前ちゃんそんなめっちゃ下手くせんげよめっちゃ下手くせんげそんだけおいそんだけ引っ張ってそんな引っ張ってめっちゃ下手くせんげおい。個人的に6番さんつってよろしいでしょうか。うん、歌うと言ったからね、僕ね、いい、うん、うまいと思ったんですよね。もう耳障りって感じでした。で、僕6番さん釣りたいっていうのはまあ置いといて、うん、4番さんはまあほっとこうかなと思ってますね。今日の釣り師ではないかなと思ってますね。必勝法をぜひ見せていただきたいかなと思ってます。うんうん、2周目話すからね。占い師さんは3番さんが9、6番さんが1、なんかお互い、うん、ちょっと変なところを占ってますよね。うん、6番さんは問い目になるのかな。うん、3番さんは9番さん占った理由をちょっと教えてほしいかなと思いますね。なるほどね。1番、ああ、2周目ですね、私からで。9番さんの反応が、最初に占い師、あみたいな、あんだけキャラ作っとったみたいなのに、なんか急に女の子だったよね。あ、間違えたみたいな。うん、あれはちょっと怪しかったね、めちゃくちゃ怪しかったよ。うん、ほんとキモかった。うん、あ、いい意味でね。いい意味でキモかった。うん、めちゃくちゃいい意味でよ。うん、セクハラじゃないよ。うん、いい意味でキモかった。うん、って感じで今見てます。だから9は、真っ黒クロスケット。よし、行くぞ。9番。だってうちマジでさ、滑り出しさ間違えたからさ、だって本当に、てかマジバチコリクロス占い飲めるからね、本当に。向こう女バージョン、向こうさん女バージョン、自分でちゃんと分かってるから、バチコリ占ってほしいんだよね。ただ無駄占いになるってことだけ言っとくから、ね、向こうと申します。7に置いとくから、バチコリバチコリと。うーん、ちょっとかわいい、ちょっとかわいい。9番さんかわいすぎて考察ができないな。そやろ ?4 番。何これ？のプレイヤーは発言してください。はい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 。振動はした11。大体もう見えてきました。なんか出てきた、怖い。もう俺の必勝法の手順は大体見えてきました。で、何必勝法は？今回誰を釣って、明日誰が占われて誰が噛まれるのかとかっていう手順も。大体はもう頭の中に入ってきてます。うん、今回占い師使用したのが誰でしたっけ。3と6ハークモリ、サンマさん、3、6ですね。はい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 、はい、覚えてないのかよ。部分では、だいぶ必勝法が見えてきてます。ほんとかちゃお前。今回ね、1番さんと7番さんは釣らないかな。1番と7番は釣らない。今日はね、5番さんか9番さんで言ってください。片白だけど、今回この必勝法間違いなく勝てます。ほう。なんでかって言ったら、盤面にヒントがあって、それを2日目の昼でまた話します。なるほど。5番。自分役あるんで、じゃあ4番さん釣ってください。7番。4番さん連れて僕が行きますよ。はい、以上です。これはダメなやつ。投票を始めてください。本当に私を選ぶのです。役考え直した方がよろしいのでは。まあ、押せば押すの。4番のプレイヤーは発言してください。発言してください。ダメ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 、ノーノーノー。何 100%、勝てる必勝がある。今話して、いや、これは第3の昼、第2の昼になったから。本当かじゃん、お前。今まだゴールが見えてる。今中間点っていうところか。ゴール見えてないのに必勝なんかも。確実に6番さん。ないもん、こいつ。間違いない。必勝法は常にゴールが見えてんだよ。っていう部分で、8番さん、あなたよく考えてください。なんで俺だけ話じゃ。8番さん、本当に真剣に考えてください。わかった、はい。僕は絶対に釣られたらダメ。わかった。分かった分かった。わしは俺たち4枚け信じるわ、今日、今回。なんつったって必勝法があるからね。のプレイヤーは発言してください。どうしましょうかね。できればね、もう僕自分が村って分かってるんで、同票にしてほしいぐらいの勢いですけどね。あ、確かに。皆さん放棄してほしいって感じ、ね。あ、確かに。
おお、すげえ。みんな放棄した。ある意味平和村。目を閉じてください。昨夜死んだのは。え？三番。地神かな？お、必勝法からや。のプレイヤーは発言してください。はい、白圧迫、作戦第一成功です。うん、三番さんが噛まれる。これが僕の真の狙い。嘘つけ。真の確定。白圧迫によって6番さんが圧迫された黒、うん、分かりますかこの状況。何この状況を生み出したのは誰ですか皆さん。誰、つまり6番さんを釣って、うん、まだ3名は残ってるっていうことになるんですよ。何を言うことだ。2分の1でこのゲームに勝てる。普通のことしか言ってないね。プラスこれからも白圧迫は続けていくので、うん、勝率は日に日に上がっていくことでしょう。3番さんでどこに白出したっけ。もう全然もう覚えてないこいつ。お前3番は9や。あ、9番さんね。こいつさ、はいはいはい、本当はじゃあ必勝法できるやつが把握漏れかしすぎやろマジで。6番さえ釣れれば、うん、俺の必勝法は 100%。 おう、くそー。何だよ。6番のプレイヤーは発言してください。4番てめえマジかよお前、必勝法じゃねえじゃねえか、半々じゃねえか。9番、うーん、難しいな。でもうちも確かにグレーから詰めるんであれば7から行きたいかなと思ってるんだけど、うん、ただ6番の新芽がほぼほぼない。今日はというか普通に3の地神は基本的に追えないかな。真の占い師が初日というか2日目に至って地神するメリットはほぼほぼない、うん、7番6、7で並んだ時に7番に白を打ってしまうとちょっとうるさいな、もう。うーん、だから一番臭いのは7だけどって感じ。けどうちね、マジさ、なんかの本当に嫌いなんだけど。で、4番5番に関しては何こいつマジでザッなんでやめてもらってもいい。いやーがいいよ。恥ずかしいし、なんか下ネタとかなんかちょっとさ、本当恥ずかしい。もう本当になんかやめてほしい。なんかね。でさ、うち普通にさ4黒いって思ってたんだけど、4って役持ってんのって思う。確かに。こうやってずっと4番が必勝法とか言ってずる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 釣り位置から逃れてるようにも見えるから、本当に役職があるのかどうかすらうち疑ってしまってるんだけど。投票を始めてください。ああやだ。7番のプレイヤー、とりあえずなしんだ。待って、他は俺4番。ゲーム終了。村人の勝ちです。は？すべて分かってましたとか言いよ。こいつ。え、どういうこと？意味わかんないけど。どこが必勝法なん？おらんかったし。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた明日。バイバイ。